柴田バイパスは国道4号の内宮城県柴田郡の区間を言う。ただし、柴田町にあたる部分を柴田バイパスと呼び、大河原町にあたる部分を大河原バイパスとして区別することがある。柴田バイパス、宮城県柴田郡柴田町月の木下町3丁目付近1967年、月の木地区を月の木バイパスとして事業着手。 1971年全区間を柴田バイパスとして事業化。1995年3月全区間4、車線化完了。柴田郡内を大河原町村田町柴田町の順に通過する。白石川並びにその本流である阿武熊川の左岸を走るため、ところによっては川本に佇む白鳥や対岸の桜並木を鑑賞できる。起点から、 村田町境までの大河原町内3 0トル通称、大河原バイパス。旧道は右折し、白石川を渡るが、現道は市街地の西側を通り、沿線には、ロードサイドショップが並び、村田町に近い小島地区には、大型商業施設、フォルテや公共施設、大河原町総合体育館や、仙南芸術文化センター、 宮城県南中核病院などが集積するなど、市街地と一体化している。村田町沼部の1.8キロメートル。町境を流れる荒川に架か,かる新ニラ新橋を渡って、村田町を通過する。ニラ神山のふもとを改作して作られた。柴田町の村田町境から白旗交差点までの4 8トルと、月の木高架橋の取り付け部分。 宮城県道50号白石柴田線に相当する、旧道は役場のある船岡地区を通過するが、バイパスは船岡地区とは白石川の対岸である船波間地区を通る。宮城県が船波佐間団地を造成し、船南地域発のショッピングセンター産コアができるなど、新市街が形成されている。合産コア部分の不動産を買い取り、 改装工事を経て2010年7月にリニューアルオープンした。白旗交差点は立体交差化され、国道349号や東北本線、阿武熊急行をまたぐ月の木高架橋は、橋脚間のつなぎ目の段差を極力なくしている構造のため快適に走行できる。工実する交通渋滞もかなり緩和された。ただし、白旗立体交差点のランプウェイは、 仙台方面のみに接続しており、白石方面から直接国道349号へは入れない。白旗交差点から柴田町4日、市場までの2 0キロメートル当初月の木バイパスとして建設され、後に柴田バイパスに編入された。白旗橋は南詰めに工業団地が立地し、柴田町の2つの中心市街、船岡地区と月の木地区を結ぶ。 交通の要であるが、二車線であるためとりわけ渋滞が激しかった。旧道は月の基地区を貫通していたが、バイパスは阿武熊川左岸の土手に総経路をとっている。白石市から仙台市にかけての唯一の二車線区間である、勝田郡座王町、向山交差点から大河原町金が瀬交差点が 3.7km 残っており、渋滞を引き起こすボトルネックとなった。 2004年度に拡幅事業に着手し、2009年9月に、町境の鹿児市交差点から金ヶ瀬交差点の2 1トル区間が事業化された。2011年5月に、金ヶ瀬交差点から約4 0 0ル西側の区間が先行して4車線共用を皮切りに、2012年3月には、これより西側の約6 0 0ル区間が2013年3月に、 残りの約1キロメートル区間が4車線共用し、大河原港区の4車線化が完了した。2016年4月17日には、蔵王港区の小森市交差点から、東北新幹線降下した付近までの約0 8キロメートル区間が部分共用し、向かい山交差点から、 東北新幹線高架下付近までの残り約 0.8km 区間は2018年11月18日に4車線加工事が完了した。金ヶ瀬交差点から柴田バイパス起点までの約 1km は土地区画整理事業に伴い2004年3月に拡幅が完了した。4日、市場交差点で急動と再び合流した後は4車線の回送路。 900メートルほど進み、岩沼市境が見えたところで、岩沼バイパスに引き継がれる。現在、4車線以上の区間は、東バイパス、岩沼バイパス、仙台バイパス、富谷バイパスを介して、大平村一本目交差点まで続いている。また、大平村内の2車線区間の拡幅計画が、決定し、将来は前日の白石バイパスから、大崎市の古川バイパスまで、 連続4車線以上の区間となる予定である。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。